やられた方はものすごい痛みと苦痛と恐怖、それだけの苦痛を与えながら人を殺すと、世にも恐ろしい刑罰、これが中国で行われてました。こういうご質問来てますね。絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁じる憲法などに違反するとして、確定死刑囚3人が国を相手取り、絞首刑による、執行の差し止めなどを求める訴訟を起こした件について質問です。そもそもが残虐、苦しそうって思ってもらった方が多少なりとも抑止力につながるし、いいのではと思うのですが、憲法では違うのでしょうか。あと日本で死刑判決を受けている人は皆殺人の罪を犯してきているはずなのに、残虐な刑罰は嫌だという思考が理解できないのですが、どう思いますかっていう質問ですね。なるほど。まずその残虐な悪いことをしたら、つまり例えば人を殺したら、あるいはひどいやり方で人を殺したら、あるいは多くの人を殺したら、あるいは理由もなく人を殺したら、ひどい形で死刑になるんだよという仮に法律があれば、それは多少なりとも抑止力という言葉を質問者の方は使ってますけど、一般予防効果があるんじゃないかという趣旨だと思うんですがね。とお考えのようですね。そのこと自体は確かに大きな予防効果もあるかもしれません。しかしですね、日本の憲法は少なくともそういう考え方は取っていません。死刑というものそのもので十分の予防効果があるので、加えてその残虐な刑罰は科すべきでないというのが憲法の考え方です。でここで問題なのは、その、これ残虐な刑罰を科すべきでないというのは、文明国としてそれが当たり前だという発想がまずありますと。でそれ自体は僕は正しいと思うんですよね。我々文明国である以上、いかに悪いことをしたとしてもですよ、例えば昔の中国といっても、今から100年ちょっと前、清王朝の時代にはいわば、領地刑という刑罰が行われていましたね。領地刑っていうのはこれ考えるだに恐ろしい刑罰ですけども、人の体をですよ、少しずつ切り刻んでいくわけですよ。で少しずつ切り刻むというのは、やられた方はものすごい痛みと苦痛と恐怖ですよね。多分すぐに発狂するんじゃないかと思うんですけど、それだけの苦痛を与えながら人を殺すという刑罰、これが領地刑というね、世にも恐ろしい刑罰、これが中国で行われてました。文明国はそんなことは絶対にするべきでないという共通の認識があるんじゃないでしょうか。あるいは又崎刑ですね、これ中国で行われてました。まさに文字通り両足首ですね、両足首をロープのようなもので縛って、そして、両方とも牛につないで、牛ってのは力ありますからね、それでもって引っ張らせて人間の体を又崎にすると、裂くと、文字通り裂くというね。しかもその時に裂けやすくするように傷を入れた上で又裂きをするという、考えるだに恐ろしい。絶対に見たくありませんね、そんな光景は。あるいは中国では古代から中世にかけて、14世紀頃にかけて行われてたとされる鷹山刑、腰を切るという刑。これ、なんでそんなことするかというと、どうもその腰のあたりからスパーッとこう切ると、当然出血多量で死ぬんですけども、すぐには死なないようですね。10分とか数十分生き流れるんだそうです。その間その死刑囚が後悔をしたり恐怖を感じたりすること、それをもって良しとする刑罰、これはなかなかその残虐ですよね。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。